ジョリーダンスは日本の競争馬である。2007年2009年の阪神品馬ステークスを制した。馬主は俳優の小林香織。2001年4月22日、北海道ニーカップ町の西木岡牧場で誕生。馬名の由来は陽気なダンスである。2003年に茨城県美穂トレーニングセンターの堀信之厩舎に入り、同年12月20日。 二歳新馬戦で勝浦正樹を安城にデビュー。翌年大歌賞に優勝するダンスインザムードの日着となった。四戦目で初勝利を挙げたが、以後は故障などもあり順調に勝ち上がれず、六歳を迎えるまで条件場として過ごした。しかし2007年2月に出走した韓国バージ会杯で5勝目を挙げて、オープンクラスに昇格すると、 続いて出走した阪神品バステークスでは、藤田真二の手綱で行位から抜け出し、重賞初勝利を果たした。GI 競争初出走となった、自走、ビクトリアマイルでは5着、続く安田記念では9番人気ながら3着と、構想を見せた。その後は短距離からマイルの重賞競争に出走を、 続けたが、同年末の阪神カップ2着を最高として、勝利から遠ざかった。8歳を迎えた2009年春に引退が決定し、引退レースとして、阪神品馬ステークスに出走。当日は7番人気であったが、本、馬初騎場の4位広文を背に、道中中段の位置から直線で一気に抜け出し、2年振りの勝利、同一重賞2勝目を挙げた。 この勝利を受けて引退が撤回され、自走、ビクトリアマイルに、出走、5着に入った。しかし8月30日に出走した、キーンランドカップで13着と大敗した後、スワンステイクスへの調整途中であった10月29日に、右第一子骨剥離骨折が判明、全治3ヶ月と診断され、そのまま復帰することなく11月4日に、競争場登録を抹消された。 現在は、西岡牧場で繁殖品場となっている。現在は、故郷の西岡牧場において繁殖品場として過ごしている。ありがとうございます。